皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作ゆきチャンネル動画のご視聴ありがとうございます。今回はですね、いわき市アンモナイトセンターでの体験発掘で、ちょっと奇妙な化石が出たんで紹介したいなと思うんですけれども、はい、こちらにも出てますけれども、はい、こういうふうにカーブを描いている化石なんですけれども、まあこれ一応アンモナイトの化石であることはまあ間違いないかなと思うんですけど、ただその普段見つかるアンモナイトとはちょっとね、特徴が違うところがありまして、はい、わかりますかね。ここにこうとちょっとこの殻から出っ張ってる部分がありますね、はい、でこれトゲなんですよね。その殻に生えてるトゲなんですけれど、まあ、いわゆるトゲの生えてるアンモナイトですね、はい、でまあこう外側に出っ張ってるのもあるんですけど、その内側にもう一つ、あります、ね、ここにこれと、まあ、内側にもこう6個トゲがあるんで、まあ、こう2列こう並んでトゲが生えてるアンモナイトの化石であるということなんですけど、じゃあこれどういうアンモナイトなのかなっていうところなんですけど、まあ今年になってよく自分が見つけているこの、ソフトクリームジョン、ユーボストリコセラスかなと思うと、ただトゲが生えてますからね、はい、でまあこれ最初見つけた段階ではこの、母岩、まあ、差があるんですけど、にこうこういうふうにくっついてて、でトゲをまあこう伏せた状態で向こう側に入れた状態で見つかったわけなんですけど、まあこれパッと見るとユーボストリコセラスに見えるんですけど、やっぱりここにこうね、さっきのこの殻の端に飛び出てたトゲがこことここに見えるんで、あれこれユーボなのかなって思ったんですけど、ただ最初に見つかったのはこれだけだったんで、ちょっとお分かりかねたんですけど、はい、でこのようにですね、この母岩からパッと剥がして出したものがこちらになるんですけど、ここに、こう4箇所こうトゲがあるんですけれど、ちょっとクリーニングちょっと失敗しまして、この、ピースの、およそ3分の2ですね、この下側3分の2くらいの殻がこっちに、くっついたまま剥がれちゃったんで、ちょっとこのトゲの先端部分ね、こっちに埋まってる状態で取れちゃったんですね。でまあこれだとちょっとあまり見栄えがしないっていうことで、まあ最初の写真になるんですけど、この3分の2の部分をですね、母岩から剥がして、で最初の状態のやつにこうくっつけて、でその砂岩をこうクリーニングして、でトゲを浮き彫りにしたということで、こっちはまあまあ綺麗な感じになったんですけど、でまあ、こっちの右側がですね、後から出てきたところなんですけど、まあ、この2つの化石を見ると、まあ、特徴がよく似ているので、まあ、この2つのピースは同一個体、1つの個体だったというふうに、思われるんですけど、ただこの2つが果たしてこういうふうにきれいにくっついてたものかどうかっていうのはちょっとはっきりは分からないんですね。この、断面が完全にこう2つで、違っちゃってるので、ここが綺麗にこうくっついてたかどうかっていうのはね、分からないんですけど、まあ、そこはこの石粉粘土を使って、補って、修復してるんですけれど、まあ、一応このようなカーブを描いた化石であっただろうっていうのはあくまでまあ自分の、推測に過ぎないんですけど、じゃあ本当にこいつは何なんだと、どういうアンモナイトなんだっていうと、まあ、特徴としてトゲが2列ある異常巻きのアンモナイトでいうと、まあ、エゾセラスというものが あるんですけれども、ただいろいろこう調べていきますと、エゾセラスは確かに、まあ、トゲはあるんですけど、ただこのこれですね、殻に入っている筋、まあ、6といいますが、この6がこのまっすぐなんですね、これね。まあ、エゾセラスであれば、この6がちょっとこう、エゾ状にこう、うねってるはずなんですけど、まあ、こっちのトゲのあるところは、こう、まっすぐになってますよね。
で、トゲのあるところと言いましたけど、はい、さっきのやつをこうぐるっとひっくり返すと裏面のこの6はこう、まあ、S 字状にこうねうねってるんですよね。はい、なので、エゾセラスと同定することはちょっと難しくなってきたぞというところの段階で今のところは今に至っているわけなんですけれど、まあ、できればですねこの続きが見つかってほしいなと思うんですけれど、まあ、これあの路頭のところなんですけど、まあ、見つかった範囲としてはここのこの辺ですね、この辺のだいたい30センチ以内の範囲で、先ほどのこう2つのピースが見つかったんですけど、まあこれちょっと掘る前で、まあ、だいぶこの辺をね、削っては見たものの、ちょっと、この続きというか、まあ、ドイツ個体の他の部分が見つかることはなかったんで、さっきのこの状態しかないのかなと思うんですけれど、果たしてですね、これが一体何のアンモナイトなのかっていうのがですね、まあ、ちょっとね、今後、ちょっといろんな人見てもらって、同定作業をね、進めていきたいと思います。まあ、都度最新情報分かり次第ですね、私のツイッターの方に随時情報を上げていきたいなと思うんですけど、まあ、完全に同定するにはですね、やっぱりあの専門家に見ていただくしかないかなと思うんで、まあ、この化石をですね、まあ、あのアムダイセンターの方に預ける形にはなるかと思うんですけど、まあ、今後分かり次第随時更新していきたいと思います。はい、というわけで最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタン、チャンネル登録もお待ちしております。関連動画再生リストからよろしければ他の動画も見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。